いや、美味しいですけど、そうですね、ちょっと食べながらちょっとお話をちょっと伺っていきたいんですけど、あのお二人は、うんうん、松さんと石津さんは初共演とかって覚えてらっしゃる？確かに初共演は、うん、なんかウィキペディアとか見ちゃうと、はい、同じ作品に多分もうちょっと前から出てるけど、うん、多分ゲストとかですれ違って同じ収録現場にいないとかっていうのもあったから、意外と共演作って一緒になることが、うん、その時期的に出てるもので、うん、同じタイトルだけど回が被ってない、回が被ってない、例えば単発のゲスト回っていうのでもありますね、はい、やっぱりまあ、共演っていうと、うん、まあ、同じ作品には出てたけれどもっていう、なんかそういう形で言えば多分がっつりレギュラーで一緒になったのは猛烈パイレーツっていう作品でしたね、うんうん、どうでしたかその時のお二人のなんか、うん、印象とか印象お互いの、はい、印象、かっこしはすごい頑張ってたなっていうのが、頑張ってましたね。そうですね、あの確か収録が放送よりも1年ぐらい前に終わってって、うん、あすごい、そうなんですよ、だから世に出るより前、もうちょっと前の新人、もっと新人の時で、でもうほんとそうそうたるメンバーに囲まれて の主役をやらせていただいてたんで、いやあのメンバーはきつ い緊張感が半端なかった、うん、毎回あと飲み会がえぐい、うん、飲み会も楽しかったですよ、楽しかったですよ、伊藤静香さん、三宅健太さん、松風正也さん、わあ、海田さん、海田さんもね、うわやばい、ね、うわすごい大暴れですよ、そうですね、伝説が生まれた思いは、もう本当にそう、それ結構大変だった、大事故だった、確かに大事故はありました、あ大変だ、そうあれは結構あの記憶が強いかもしれない、なるほど、ヒカサさんに怒られました、うん、あそうなんだ、そうヒカサさんも出てらっしゃって、はい、いろいろあったんですね、いろいろは裏であった小松さんから見て吉次さんはどんな感じでしたか、いやでもなんかもう当時からものすごく面白いお芝居をする方だなと思ってたんで、でなんかやっぱ行く現場行く現場でやっぱキャラが全然違うけれど、そのこうなんか松岡節みたいなものはなんかどこかにあって、そのなんか松岡さんだからこそのエッセンスっていうのを必ずキャラに入れてくるのが、うわこういう役者になりたいなって当時から見て思ってました、じゃちょっとなんか、はい、はい、小松さん宛てに、はい、メールたくさん届いてるんで、ありがとうございます。行きましょう。はい、はい、ペンネーム一夏さんからいただきました。ありがとうございます。松岡さん、天崎さん、岡崎さん、そしてゲストの小松さん、こんにちはハンバーグ。こんにちはハンバーグ。松岡さんと小松さんの共演といえば、猛烈パイレーツが印象に残っています。猛パイ、テレビアニメが2012年放送で、劇場版が2014年公開でした。どちらももう5年以上経つのですね。そこでお二方にお聞きしたいのですが、5年以上経った今だからこそ話せるというような裏話などはありますか？それでは今後の展開も楽しみにしています。裏話？裏話。これモーパイのことってモーパイで、まあ、5年以上経った関係だからこそ話せるお二人のってことですかね。ね、当時からの何か。モーパイでも良きですし、うん、っていう。あでも自分これ三角腰にちょっと若干あでもまあ主役やってたから、うんうん、っていうのもあって、はい、僕自分猛パイの現場がなかったら、うん、信長と仲良くなってない、そうなんだ、そっか確かに信長くんとも私初めて会ったの猛パイだ、そうだ、あそうかも、うん、すごい猛パイで、そっか、あそうなんだ、いやその前にもいろいろ信長とは会ってたんですけど、うんうん、でも、まあ、決定的だったのが、うん、僕モーパイの、うん、あのあそこのスタジオで端っこに座った時に、うんうん、信長に、はい、ね、島崎さんヤンデレって好きですかみたいな、なんでそんな衝突すごい気になる、なんか確かその時何かの小説を読んで、はい、なんかヤンデレってあの僕的にはちょっとなしだなって思って、うん、なるほど、はい、これをちょっと、まあ、信長とちょっと話すようになってきたから、はい、思い切ってこっちから聞いてみようって話題をぶっかけたんですね、勇気が、うん、そしたらもう多分あれ以来信長ガンガン来るようになって、あ、ちなみに信長くんの答えは何だ、確かに気になる、えどうしたんですか、そりゃそうそう
だよ。そうなりましたね。まずはそうなりますね。今思い出してもあいつの敬語ってなんか違和感感じるな。あ、まあ当時、あそっか、その頃だからこそですね。でも私もなんかその辺から信長くんとちょこちょこ話すようになって、はい、それまでやっぱがっつりの現場ってなかったから、うん、で同い年なんですよ。あ、そうなんですね。なんか88年生まれで私が、うん、1988年生まれで、女子は結構いっぱいいるんだけど、はい、男子が本当にいなくて、当時本当唯一信長くんだけだったかもっていう。そうなんだ、同い年なんですね。今はちょっと増えてきてはいるんですけど。そうなんですね。そう、うん、現場で同い年の人いるとなんかちょっと、うん、ちょっとなんか、うん、親近感湧きますよね。湧きますよね。私が神です。 Yeah.